の年老い、物難しげに太りすぎ、ショートの顔肉げに、思いやり異なることなき愛、異なきネアのうちに、糸痛く思い上がり、儚く仕入れたることわざも、儚く仕入れたることわざも、家なからず見えたらん、カタカドにても、いかが思いのほかにおかしからざらん。優れて絆き方の選びにこそ及ばざらめ。去る方にて捨てがたきものをば、とて式部を見あれば、我が妹どものよろしき聞こえあるを思いてのたまおにや、と、や、心恨、ものも言わず。父親が年老いて物難しげに太りすぎっていうのは非常にこう無様な様子で、太りすぎて、そして兄はというと顔肉毛に、顔つきがいかにも肉々しくって、思いやり異なることなきネアのうちに、思いやっても格別のこともなさそうな女のネアのうちに、家の奥の方にある女のネマですね、その格別のこともなさそうなそのネアの奥に、糸痛く思い上がり、ひどく思い上がりってな、気ぐらいばっかりが高いこと、その女のネアのうちの女の気ぐらいばっかりが高くって、そして儚く仕入れたることわざも何でもなく、ちょっと習って身につけた技、まあ芸事、習い事、稽古事ってなもんですね。女としての手習いとか、あるいは和歌を読む術とか、あるいは琴を弾く技とか、まあそういうふうなことですね。そういうちょっとした程度に仕上げた、そういう稽古ごとも、言えなからず見えたら、言えなからずですから、由緒なくはないように奥ゆかしく見えている、そして片角にても、ほんのちょっとしたことにつけても、いかが思いのほかにおかしからず、おかしからざらん。
どうして意外に興味深く感じられないことがありましょうか。優れて傷なき方の選びにこそ及ばざらめ。何事につけても全く傷がないというふうな、そういう選択の中にはそれは外れますでしょうけれども、去る方にて捨てがたきものをば、これはまたこれにつけて、これはまたこれとして、なかなか捨てがたいものでありますよ。つまり父親兄がこんな無くつけき状態、あるいは憎しげな憎憎しそうな状態のその屋敷の奥深くにこもっていて、で、さほど格別のこともない寝屋のうちにひどく気ぐらいばかりは高くって、でちょっとこう仕入れた稽古事なんかに由緒なくは見えない、由緒ありげに見える、そういう女性ですね。なんか興味が惹かれて、そしてほんのちょっと仕入れたことでも大したことじゃないんだけれども、ほんのわずかな才能を見せたことでも、それが小さなことだったとしても思いのほかにおかしからん、からざらん、予想外で興味を惹かれないことがあろうか。でそういうのは非常に優れていて傷の全くないというふうな面の選択には入らないだろうけれども、しかしこれはこれとしてなかなか捨てがたいものだと、そう言って式部の上の方をちらっと見やるというと、我が妹どものよろしき聞こえあるを思いてのたまおにや、自分の妹たちの いい評判のあるのを考えに入れて心に置いて、馬の神はおっしゃっているんだろうよと納得しているんだろう、心うらん、と式部の嬢は自分で納得しているんだろう、ものも言わない。それに対してなんか受け答えもしないでいる、うん、つまり馬の神の方が当式部の嬢から見れば少し位は上なんですね、階級は上なんですね。そして世間的にも体験も深い、そして自分のうちの、まあ、妹たちについての、様子も
どうもある程度知っているようだ。こう言ってるのも妹たちの割合評判のいいのを心に置いて言ってられるんだろうと思って黙っているという、まあ、こんなところも後から加わった二人だんだんとこう二人のこう身分関係やあるいは胸の内みたいなものが少しずつ述べられていって面白くなっていくわけです。で、もう少し行きましょうか。イデア、神の品と思うにだに、堅気なるようと君はおぼすべし、白き御祖どものなよよかなるに、直しばかりをしどけなく着なしたまいて、紐なども打ち捨てて、そいふしたまえぶ御恩ほかげ、いとめでたく女にて見立てまつらまほし、この御ためには、神が神を襟入れてもなお悪魔じく見えたも、源氏の三人の話をこう聞いているその様子ですね、非常にくつろいで、自由に身を取りなしているんですけれども、なんともやはり品があって美しいですね。イデア、いでいで、さてさてというふうな、紙の品と思ういだに堅気なるようと君はおぼすべし、源氏の君は胸の中で、さてさて源氏の君は胸の中で紙の品と思ううちにもなかなか理想的な女性というものはありえないもの、ありえない この場合の世は男女の間柄のことを言っているわけですね。神の品と言ってもなかなか理想的な女性というものは難しい、この世の中でと言っておいていいわけですけれども、それは男女の間柄に主として心を置いての言い方ですね。この現実の世の中で源氏の君はお思いになっているだろう、そのお姿、格好は白い御祖どものなよよかなるに、白い置物の柔らかであるのに、まあ下着、下に着る白い着物です、幾重にも重ねているわけでしょうけれども、
その感じが大層柔らかである。その上に脳死っていうのは、直意と書きますけれども、この脳死の脳は、ね、直来なんかの直、同じことでしょうね。直来っていうのは、ように厳粛なお祭りがあって、そしてその厳粛なお祭り、神様をきちんとこう厳かに祀る祭りがあって、それから今度はファッとこう気持ちを解放せられして、もちろん神様はやっぱりそこに招いているんですけれども、神と人間とが打ち解けた感じで、酒とごちそうとを腹いっぱい、飲んだり食べたりして、そして、治り合う、つまり今までの緊張の状態からほーっと解放の状態に入る。必ず日本の祭りにはそういう、表の厳かな面と、それから裏というよりはそういうの、折口信夫は復縁室というふうな言い方で言ってますけれども、その直らいっていうのが非常に大事なんですね。どっちが大事って、それは、表の初めの前段階の非常にこう厳かな祭りもそれは大事ですけれども、同時にその後の直らいがあって、さらにこう祭りっていうのは生き生きとした活力を持ちうるわけですね。それがだんだんこう後世ことに近代に入って、表向きのその厳かな祭りだけでも終わっちまう。直らいなんか、わい雑でいかんとかいうふうなことになって、そこのところで切り捨ててしまうわけですね。直らいがなかったら、祭りの活力は本当は広く浸透する場が失われるわけです。まあその直らいっていうのはそういうものですが、おそらく脳死っていうのは、そういう、まあ言ってみれば、法遺憾即退というのが非常に厳かな清掃であるわけですね。でそれを脱いで、そして、くつろぎの着物、それが脳死でしょうね。でこの場合はその脳死なんだけれども、その脳死もきっちりとは源氏の君はつけていないんですね。脳死ばかりをしどけなく着なしたまいて、その白いお召し物の柔らかなものを召して、それにその上に脳死だけを無造作に着なしていられて、紐なんかもきちんと締めないで、うちらかして、ですから白いその下の着物はつけているわけで、それから下半身も下の袴はつけているわけですね。しかし上の袴、それはつけないで、そして
脳死だけをほっとこう引っ掛けたような感じで、いるわけですね。しかも添伏たまえる御恩ほかげ、添伏というのは物に寄りかかって、そしてこう体を横たえている様子、伏すというから丸々寝ていると思うとちょっと違います。それは腰を下ろして、そしてこう上体を物に、寄りかかって、そして体をこう楽にしている状態、それが添伏なんですね。柱とか壁とかそんなものにこう体を、上体をこう寄りかかって体を楽に伸ばしている、そんな状態です。その添伏したまえるご様子、御ほかげ、油火の光がずっとこうその様子を照らしている、その油火の光の中のご様子、いとめでたく女にて見立てまつらほし、見立てまつらまほし、大層美しくて結構で、女としてお見申し上げたい、男には惜しいほど美しくいらっしゃる、この方の御ためには神が神を襟入れても、上流階級の中のさらに上流の方を選び出してもなお悪魔じく見えたも、悪っていうのはもうこれで十分だというのが悪ですね。それが悪かず見えたも、悪ことなくこれで十分だという感じがしないで、素晴らしい様子でいらっしゃるというわけです。